足を食うってのも悪いもんじゃない。娘が食わせてくれるし、仕事に追われる日々も終わった。何？あら、お会いできて嬉しいです。酒を売るよ。いらない。シビルステントールは魔法理論を習得している。決して人間がブレトンでさえも到達するとは思っていなかったレベルで。みんな家に帰る途中か。このイカれた年寄りを憐れんでおくれよ。おお、ありがとう。心優しいお前に神々の恵みがありますように。何かあったのか。我が主は俺を見捨てた。民も見捨てた。俺が何を言っても説得することはできない。もう俺に会おうともしない。休暇の邪魔だと言って。もう何年にもなる。手を貸してはもらえないか。いいよ。最後にお会いした時、あの方はブルーパレスの友人を訪ねていた。だがあの市長ほど俗物的なものなど言いやしない。いや、比べるのもバカバカしい。あの方は宮殿の立ち入り禁止となっている旨に入り、古い友人と話をした。最後に二人がお茶を飲んでから何年も経つそうだ。なあ、それから肝骨を手に入れてくれ。大切なものだ。あれがないとペラギウスの羽には入れない。こいつ急に頭の中に話しかけてきた。ああ、全く分かっていない。あの方がいなければこの自由もない。破滅するしかないんだ。あの方の束ねる帝国も混乱に陥るだろう。また今度。乱心デルベニンから、彼の主人が休暇から帰るように話してほしいと頼まれた。そのためにはブルーパレスにあるペラギウスの羽に入るための鍵が必要だ。ここにいるわ。ここブルーパレス。夜だから人いないかな。あ、いる。配達人に見つかったはずだ。絶対にダメだ。あの翼が何百年も封印されてきたのはちゃんと理由があってのことだ。今日ペラギウスの亡霊が今も取り付いているそうじゃないか。亡霊がいようがいまいが暗黒の支配を思い出させるものだ。このまま闇に葬っておいた方がいい。注意するから。お前は特別扱いにするが、出かけるときは何も持ち出さないでくれ。ここではあまりにも多くの悪事が起こっているからな。ああ、古い友よ。残念ながらいい話じゃないが、君が拘束を解いた時ポテマが逃げ出したんだ。何人かの彼女の手先に遭遇したよ。スティルが言うには
彼女はまだ霊魂の状態にあるらしい。そうでなければ俺たちは皆すでに死んでいるからな。この拘束を阻止するとき、すでに貢献してくれたのに悪いんだが、彼と話してみてくれないか。俺たちが次に何をすべきか、スティルに考えがあるかもしれない。ソリチュードのアーケイ司祭だ。ポーテマンが今もこの辺りを徘徊していると解き明かしたのが彼なんだ。できる限りの協力をしてくれるだろう。幸運を祈る、友よ。気をつけろよ。まあ、その前にベラギウスの羽かな。私がついてますよ。荒れてるね。何も持ち出すなと言われたが、持ち出すほど価値のありそうなものもないしな。いや、それはできない。少しも引っかからない。それにやることがたくさんあってな。ものすごい数の不快な奴らを相手にするんだ。反対ばかりする者、愚か者、抽象する者。いいか、死刑執行人はもう3日も寝てないんだ。お前は自分に厳しすぎるぞ、親愛なるフェラギルス。狂乱の中で人を殺めた者よ。お前がいなかったら人民は何をしたらよいのだ。舞うか、歌うか、笑うか、長生きして。お前は最高のセプティム王だったぞ。いや、まあマーティンの次に最高か。だが奴は竜人になったからな。卑怯な奴さ。あの卑しむべき事件のせいであそこにいたんだ。素晴らしいひとときだったぞ。蝶、チ、キツネ、切り取られた首、ああ、それとチーズ。チーズのためなら死んでもいい。ああ、そうだ、お前の言う通り、以前に数えきれないほど何度も。プルック、さてそっちがその気ならおいとまさせてもらおうかな。ごきげんよう。聞こえたか。そうだ、行け。キリのない課題や責務の邪魔をしないでくれ。消えた。変な格好。無礼な。旧友を10年や20年もてなすぐらいいいじゃないか。本当か。早く教えてくれ。消化か、長官か。あ、待て、分かったぞ。アルゴニアンの愛人の背中に書かれた脅迫文か。あれはいいな。どうだ、上妙のものよ。早く言ってくれ。私の時間は無限じゃないんだぞ。本当は無限だ。ちょっとしたジョークだな。冗談はさておき、早く教えてくれ。本当か。うん。誰がそんなことを。待て、言うな。当ててやろう。モラグか、いや、リトルティムか、ガング屋の息子のライサンダス王の亡霊か、あるいは、そうだ、スタンリーだな。あのパスボールから来た喋るグレープフルーツだよ。どう考えてもそんなはずはないか、だろ。はっ、どうでもいい。正直知りたいとも思わんよ。お楽しみをぶち壊すこともない。だがもっと大事なことは
ぽけちんけな使い捨ての小さき者が本当に私を説得できるかだな。そんなのは馬鹿げている。誰が相手か分かっているのか。この人の演技すごいよね。大当たり。いや、半分は間違いだ。私はマッドゴッドだ。実際にもマッドゴッドだ。世襲ごと私から私へと数千年ごとに受け継がれるのだ。そういうわけだから、私のことをアンマリーと呼んでもいいぞ。だが生きたまま皮を剥がれたお前の腹渡で行かれる同胞に縄跳びをしてもらうのが大好きならの話だ。そうでないなら私を狂乱のデイドラの王子シェオゴラス様と呼ぶのだ。お会いできて光栄だね。休暇は終わるのか。さて、それとは難しい問題だな。そうだろう。正直なところ頭が変になったデイドラにどれほど休息が必要なのだ。だからこうしよう。私は去る。そうだ、もういい。休日はもう終わった。退屈な日常に戻ろう。というわけで一つだけ条件がある。まずお前が出口を見つけてくれ。頑張れよ。裏はあるの？はあ、上妙の者が引っ掛けに気づく瞬間は全くたまらんな。そうじゃなきゃ面白くない。周りを見る気になったか。あえて言うが、ここはソリチュードの植物園ではない。お前はここがどこかわかるか。本当はどこにいるかわかるか。偽りの緑が茂った皇帝ペラギウス三世の心へようこそ。そうだ、お前は死者の心の中にいるのだ。狂乱の中で人を殺めた王の心さ。考えていることはわかるぞ。剣と呪文と隠密とその他のくだらないこと全部を使えばこの難局を乗り切れるのかとな。そうだろう。あるいはババジャック、どうだどうだ。こいつは予測不能だったよな。従者ついてくるのかよ。ここにいるわ。じゃあ出発しましょう。ついてくる。すぐ後ろにいますよ。とまずそうだから待ってもらうか。お望みのままに。悪いが今は魚フライを頬張ってて忙しいんだ。とっても気難しくなるうまさだぞ。上妙のものは好奇心で身を滅ぼすな。どうしても知りたいなら教えてやる。ペラギウスだ。教皇と呼ばれていたか。タムリエルの皇帝だったのは400年ほど前の話か。おそらくお前もペラギウスの宣告のことは知っているな。地のとこで、あ、思い出したぞ。奴は禁止したのだ。死を、そうだ、死が違法になったのだ。今日ペラギウスも頭おかしかったんだね。さすが今日。ああ、これは悲しい道のりだ。ペラギウスは多くの者を憎み恐れた。暗殺者、野犬、アンデッド、黒パン。だが最も深く鋭い憎しみは自分自身に向けられていたのだ。うん、やつの自分自身への攻撃はここで全てわかる。攻撃はいつも自分の一番弱い部分へと向けられている。自己嫌悪がペラギウスの怒りに火を注ぐのだ。
だが奴の自信は一度叩くたびに縮んでしまう。だからうまくバランスを取らなければならない。ここに来るべきじゃなかったな。お前は死んだも当然だ。やってみろ。行くぞ。行くぞ。さあ、うん、ちょっと問題があるようだな。あるいはちょっとどころではないのか。そんなにことを大げさにしなくても良いのではないか。よくやったぞ。ペラギウスはついに自分を愛することができるようになった。そして自分以外の全員を憎み続けるだろう。なあ、ちっちゃ。次どこ？それは良い選択だ。まあ私にとってはな、皆が必死になってお前を狙うというのは非常に面白いではないか。お前にとってはそうでもなかろうが。良いか、ペラギウスの母親はなんというか独特だったのだ。まあ大したことではないが、セフティム家の者としては普通だからな。あの女は恐怖を包丁のように振り回したのだ。あるいは包丁を振り回して人々を怯えさせたのか。その分がいつもはっきりしない。ああ、だが彼女は息子をしっかり教育したのだ。ペラギウスは幼い時に周りが危険だらけだと知った。いつ何時誰が襲ってくるのかわからない。巣を備えて祈るくらい単純だぞ。このザオリムシ、ワバジャックを使って敵を倒せ。敵もワバジャックを使うぞ。お前には分からないと思っていたぞ。脅威が去ってペラギウスは自分が安全だと思い込んでいる。つまり奴を救ったのだ。ある意味我々はそれだけ家路に近づいたということだな。降りられない。このダメージは何なんだ。ん？ちっちゃいペラギウスしかいないぞ。次はどこ？こっちか。夢の道を進んだな。お前にとっては残念なことだが、ペラギウスは幼い頃から恐ろしい夜に苦しんだのだ。かわいそうなペラギウスが目覚めるために必要なもの、それを見つけるだけでよい。奴の恐れには組みしやすかろうが、しつこいぞ。
いた。焚き火になった。誰かいるのか。さて、実に誇らしいではないか。これでペラギウスは元気になったし、お前はことを順調に運んでいるというわけだ。我々が家路に着く時も近いぞ。ああ、治したはかなり主観的な言葉だな。治療したの方がずっと良くないか。発疹とか顔に矢が刺さった時と同じじゃないか。まあいい、心ない情妙のものにしてはうまくやったし、死にもしなかった。約束は守らないとな。そういうわけでおめでとう。お前は自由の身だ。私は心変わりが多いことで有名だ。だから早く行った方がいいぞ。嘘じゃないぞ。ペラギウス・セプティム三世はかつてタムリエルの狂乱皇帝と呼ばれていた。だが今は退屈なぐらいまともだ。本当はまともなやつだとずっと思ってたがな。シバリング・アイルズに戻ってきたな。いない間にハスキルが抱える問題には本当にびっくりさせられる。忘れ物がないか確認しよう。一丁らはよし、あごひげはよし、荷物は、荷物は、荷物はどこに置いた。マスター、俺を連れ戻しに、つまり家に戻れるってことですね。よかった、今すぐにでも。さて、祝福はもう十分だな。では次の仕事の話をする。よいな。小さき者、お前に関してはワバジャックはお前に授けよう。私からの、まあとにかく元気でな。ニューシェウスに寄ることがあったら私を訪ねてくれ。イチゴのトルテをご馳走するぞ。一期一会のテレッタ。今日は絶対こいつのせいで今日になったんだよ。こっちは何かあるかな。ババジャックが爆発を起こし予測不能の効果を与える。バルブンテだね。帰り道どこだ。
オブジャックゲット。ということで、ここで一旦区切り。